これは17日、茨城県大子町の袋田の滝で撮影された映像です。岩の壁を流れ落ちる滝の水が白い奇跡を描き、山肌の紅葉が彩りを添えています。袋田の滝は日本三名博にも挙げられる高さ120メートルの滝で、4段の岩の壁を流れ落ちることから別名淀の滝とも呼ばれています。 第5町観光協会によると今年の紅葉は1週間ほど早く進んだためすでに落葉が見られるということですが1日5000人を超える観光客が秋の袋田の滝を訪れているということです。